ここはイギリスロンドン。キティちゃんは今日もお散歩。おやおや、超合金のマジンガー Z ね。あ、危ない。あー、もう取れないのかな。すると泉の中から妖精が現れました。あなたが落としたのは金の超合金、銀の超合金？キティちゃんは普通のですって答えました。正直者はこれを受け継ぐがよいと泉の妖精が天を仰ぐと、巨大な何かが現れました。これはもしや超合金ハローキティ、お前の行くべきところは分かっておるなと泉の妖精が告げると、走行モードキティゴー、アッサラームアレイコン、ナマステ。あ、大変、海に落ちちゃう。水中モードキティゴー、水の中もぶっちぎり。この怪しい影は何かしら。飛行モードキティゴー、怪しい影はなんとブラックキャット。あ、危ない。こうなったらプンプンモード。さあ出るわよ、ロケットパンチ。これは当たると痛い。ポヨン。あれ、ブラックキャット逃げちゃった。目的地まであとちょっと。秋葉原ではみんながキティをお出迎え。よかったねキティちゃん。超合金ハローキティ。全高約105ミリのボディに秘めた精密なメカ。ハローキティオン。操縦席のボタンを押すことで目の表情が変化。驚異の3モード変形。走行モードキティゴー。脚部の車輪により走行可能。付属のリボンを合体させれば、飛行モードキティゴー。リボンは分割、フィンとして両足に装着。水中モードキティゴー。表情を変えてプンプンモード、ロケットパンチ発射。付属のディスプレイ台はタッチポーズに加え、陸海空全てのモードで飾ることが可能。キティファン、超合金ファン全てに送る超合金ハローキティ。バンダイはまたやりました。